どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちらバレンタインコロシアムの最新周回編成紹介していこうと思います。はい、今回ですねニコニコさんから周回編成の方をお借りしております。どちらともですね2分40秒そして2分30秒台と超高速で周回できて、まあ、現状ね最速の周回編成になってるかなと思います。まあ3枚除いてね組めたらもうめちゃめちゃ強いと思うので、まあぜひよかったら使ってみてほしいということで、実際に編成紹介していこうと思います。はい、ということで編成こんな感じになります。まずこちらから紹介していきましょうか。1パターン目、今回使うね最速編成になります。はい、でまあこれキリメちゃん編成なんで、組めない人は、こちら柴田ら編成2パターン目紹介しますので、そちらをね使ってもらえればなと思います。はい、ということで編成紹介していきます。まずはリーダーアンドロメタです。雲リダチェン体制にこちらハーデス継承で、サノスですスキブプラス、そして潜在に関してはまあ自由だったかな確か、潜在自由で、こちら、ルナガロン武器継承ですね。はい、そしてキリミちゃん50倍化強化、上限解放、そしてアワリン武器継承、そしてキリミちゃん50倍化強化上限解放にゴンの釣り竿継承です。はい、からのキリミちゃん50倍化強化上限解放にクルーリ継承、そしてこちらジライアです、50倍化強化にシルベルト継承で、潜在に関しては 1.5 倍以上なら何でもいいんですよ。だからもちろん上限解放をつけてもいいですし、上限解放もったいないって人に関しては、まあ、無効換算剤とかつけてもらったらこれで OK なんで、 1.5 倍以上の潜在つけていただければ大丈夫かなという形になっております。まずは1パターン目、こちらのねキリミちゃん編成を使ってやっていこうと思います。実際に使っていきましょう。まずは1階層です。ジライア打ちましょう。ジライアで花火打ってあげてからのクルーリゴンでずらしていきます。はい、1コンボで突破です。さあ続きまして2階層です。キリミちゃん打ってからアワリン打って倒していきます。はい、まずキリミちゃん打ちましょう。からのアワリン打って突破していきます。はい、ひたすら1コンボで突破です。続きまして3階層です。キリミちゃん打ってずらしていきましょう。これで突破していきます。で続きまして4階層です。ここもキリちゃん打ってキリミちゃん打ってずらしていきます。6階上生成なんでキリミちゃんの力でワンパン、ここも突破です。で続きまして5階層もキリミちゃん打って突破していきます。クルールの自動回復のおかげでこれで一生耐久できるので、ひたすらこのまま殴っていきます。はい、キリミちゃん打ってあげて突破。さあそして6階層です。6階層も相変わらずキリミちゃんです。もうこの遠征めちゃめちゃ楽で、しかもそう序盤の立ち回りさえ覚えてもらえれば、あとはほんとキリミちゃん打ちまくるだけなんで、キリミちゃん打ってずらし突破。そして7階層です。7階層もキリミちゃん打ってずらし突破していきます。はい、キリミちゃん打ってキリミちゃん1コンボで突破していきます。はい、で続きまして8階層です。8階層はジライアからのハーデス打ってずらして突破していきます。うん、ダメージ無効を貼ってあげてハーデスでグラビティ消せないしてあげてずらして突破。でラストボスです。はい、ボスはキリミちゃんからのサノスでワンパンっていう形の編成になります。やばくないですか。キアキネももちろんワンパンできるんで、はい、キリミちゃん打ってあげて、これで1コマで突破って感じになります。こんな感じで周回できるんですよね。もう楽すぎんで、これで報酬、この激運報酬もらえます。やばいっしょ。タイムに関しても1周ね2分30秒台で周回できて強すぎなんですよねこれ本当に。なのでもし組める人はまあこの編成がまずめっちゃおすすめなんだけど、まあ条件がキリミちゃん3体っていうねちょっと破格すぎる条件なんで、もし組める人はよかったら、ね、使ってみてほしい。武器も編成難易度かなり高いと思いますので、組める人はよかったら使ってみてもらえればなと思います。さあ次の編成紹介していきましょう。さあということで続きまして2パターン目の編成紹介していきます。2パターン目編成はシバダラを使った周回編成になります。編成紹介していきます。まずはリーダーソニアです。スキブプラスにリダチェン耐性、そしてアレキサンダー武器継承です。はい、そしてジャミラススキルブーストプラスに上限解放イルミナ武器継承です。はい、
で、しばだら、理想は1枠止めです。まあ別に前回ほどもいいですけど、枝豆が増えるからめんどくさいです。できれば、覚醒1明け。まあめんどくさい人は9明けでもいいですが、速度は落ちます。で、超覚醒は超つなげしで、闇軽減4突に、こちら、シャーロットリンリン継承です。はい。そしてこちら、しばだらです。こちらも同じく1明けが理想で、超つなげし、潜在自由で、アシストはラードラゴンの武器つけてあげてください。今回代用でウルトラマンつけてますが、ラードラ武器でお願いします。チェスター、スキルブーストプラスに神キラー3突フレイ継承です。そしてラストジョナサンです、超覚醒自由ですね。超覚醒自由の覚醒7枠開けでお願いします。でこれも覚醒9枠でもいいんだけど、タイムが遅くなるからできれば7枠止めがいいです。で上限解放に HP 強化プラス、そしてこちら杯武器継承って感じになっております。はい、という感じの編成ですね。今日はこちらのしばだら編成を使って殺しをやっていこうと思います。実際に使っていきましょう。さあまず1階層からです。右側のしばだらを打ってあげてずらして殴っていきます。はい、しばだら打ちましょう。でずらします。はい、まずずらして突破、1コンボ突破です。さあ続きまして2階層です。プレイ打ってあげてから杯打って倒していきます。プレイの2ターンヘイストエンハンス、杯打って花火突破です。この1コンボで突破していきます。1コンボってやばいよなマジで。さあ続きまして3階層、しばだらの右側打ちます。ずらして倒していきましょう。やべこれ、そうだ、まあいいや、いきます。 OK、 続きまして4階層です。しばだらの左打ってあげてロック解除花火でワンパンしていきます。プレイのエンハンスプラス花火が入っている場合はもうこことかも簡単にワンパンできるので、はい、スキル進化してもらってからずらしていきます。これで突破していきます。はい、そして5階層ですね。5階層はしばだらの右側打ってあげてイルミナ武器打ってあげてヘイストしていきます。シバダラ打ってイルミナ打ってズラシ突破ナイス。で続きまして6階層です。6階層もシバダラ打ってズラしていくだけです。はい、これで突破です。さあそして7階層、7階層もシバダラ打ってズラシ、うわやだ、盤面だなこれ、消しちゃうかこれ闇、これで倒していきます。本当は1コンボがいいけど、まあ、2コンボ突破していきましょう。ちょっと場面難かったからね、しゃあない。で8階層です。ここはジョナサン打ってからチェスター打って2パンです。おい盤面覚えてねえよ、分からんから上でずらそう。はい、いいですね、1コンボこれで突破。で9階層です。この編成はボス2パンの編成になります。さっきのキリミちゃんがねボス1パン編成なんだけど、ここはまあアレキサンダー打ってからシバダラ打ってズラシ、そしてシバダラ打って突破していきます。はい、という感じの編成です。超シンプル、こんな感じで2パンできます。はい、これがねシバダラ編成だと一番早いんじゃないかな。本当に一枠ね、覚醒のしばだらを利用していることで枝豆を減らしてあげていて火力も足りますので2分43秒で周回できる編成になっております。という感じの編成ですね。まあ、努力の必須条件とかありますが、まあ、ほぼほぼ何も考えずに周回できますし、タイムもめっちゃ早い編成になっておりますので、ぜひ組める人はね使っていただければなと思います。ということで今日はもう本当にガチで周回したい人向けの最速編成を紹介する動画でした。こちらのキリムちゃんが早いのはもちろんね、このしばだら編成は比較的組みやすいにもかかわらず超高速周回できます。あの覚醒の開けるのだけねちょっとめんどくさいですけど、ぜひ組める人は使ってみてください。じゃあチャンネル登録高評価お願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。